のギャグホラー、一夜怪談実況プレイパート4。皆さんどうもこんにちは、木更津です。お初の方ははじめまして。前回ここで開けるを選択して部屋の外に逃げ出したハギマくんは公衆電話で彼女に捕まってしまい、エンディングランク D で終わりました。今回は開けません。とにかく家の中に何かこの異常事態の手がかりがないか調べてみよう。じっとしてても怖いし。ということで調べましょう。今実況しているこの一夜怪談ですね、 iPhone とか Android 用のアプリとして出てるんですけど、あとガラケーのアプリですね。今期間限定で8月15日、2013年8月15日までの期間限定で、本来250円のアプリが今85円で多分買えるんじゃないかなと思います。もし興味がある方がいたら今がチャンスなので、よかったらダウンロードしてみてください。カミカミだったけど一応宣伝です。調べる。やっぱカレンダーだよね。14年前のカレンダー、上のちっちゃい押し入れから落っこちてきたものだ。今のこの状況と関係あるんだろうか。14年前の今日、なんか先生が約束してたんじゃないかな。一緒に行ってくれるって約束したみたいなことを幽霊が喋ってた気がするから。あと何調べればいいんだろう。窓？ベランダへ通じる窓。異常はないと思う。カレンダーが入ってたのが押し入れのちっちゃい、上のちっちゃい押し入れだから、押し入れもう一回調べようか。押し入れか。そういやこのちっちゃい押し入れからカレンダーが落ちてきたんだっけ。よしせ。俺は下の押し入れの段に足をかけて登ると中を覗き込んだ。懐中電灯で中を照らしてみる。あ、奥の方に何かある。精一杯手を伸ばしてそれを引き寄せた。それは紙の束だった。手紙？おっと、なんか進展しそう。調べよう。手紙。しけってる。封筒がないから誰宛かわかんないな。便箋はバラバラで別々に出されたもののようだ。お、結構たくさんある。先生お元気ですか。こっちの学校にはまだ慣れません。おかげで成績も下がっちゃった。ママはまた家庭教師をつけてくれるって言ったけど断ったの。私先生以外の先生なんて嫌だもん。ママは勝手、人のことばかりああしなさいこうしなさいって。自分は好きに結婚して好きに離婚したのにね。ママが離婚さえしなければ私引っ越さなくてよかったのに。お、あ、別の手紙か。先生忙しいのね。お返事急がなくてもいいの。私が手紙書きすぎなのよね、ごめんなさい。でも先生に話したくって。私は手芸部に入りました。こっちの学校は必ずどこかに部に入らないといけないの。学校はつまらないけど手芸は好きなので部活の時間だけは楽しい。今度先生に何か作ってあげるね。先生、手紙書くのが面倒だったら電話してね。どうせママはお仕事だし夜遅くても全然構わないのよ。遠慮しないでね。多分これ幽霊の女の子ですよね。ずっと手紙を出し続けていたのに、
先生は返事なかなかくれなかったのかな。成績は少しずつ上がってきました。私ね、決めたの。大学、先生と同じとこ行こうって。それでそっちで一人暮らしをするの。そうしたら、いつでも先生に会えるでしょ。だからお勉強頑張ります。先生も応援してね。文面だけから判断するに、家庭教師の先生に教え子が宛てた手紙なのかな。すごく慕ってるみたいだ。先生、この間は突然電話してごめんなさい。だって、お手紙も電話もくれないから、先生に何かあったのかと思って。風邪ひいてたのね。具合が悪いのに電話なんてしてごめんなさい。でも、先生の声が聞けて嬉しかった。手紙と一緒に手芸部で作ったお人形を送ります。風邪のお見舞い。私だと思って大事にしてね。先生、電話番号が変わったんですね。お引越しじゃないわよね。だって私、心配だったからアパートまで見に行ったもの。先生はお留守だったけど、いつもの青い自転車が置いてあったわ。郵便受けに入っていたお手紙には、ちゃんと先生の名前が書いてあった。先生は今もあのアパートに住んでるわね。ちゃんと知ってるのよ、私。お返事待ってます。新しい電話番号を教えてくださいね。なんだかストーカー臭がするこの子。先生、どうして連絡くれないの？どうしちゃったの？私のこと嫌いになっちゃったの？そんなはずないわよね。先生は言ってくれたもの。私が世界で一番大事って。もうすぐ私のバースデーだよ。何でも一つ好きなものくれるって約束したよね。ねえ先生、バースデーには会ってくれますよね。お願い、私先生に会いたい。会いたい。つまり、この子は先生が大好きで、多分先生も一応は好きだったのかな。でも多分離婚で引っ越しちゃったんだよね。で、手紙無視してたんだ先生は。で、ストーカーになっちゃったみたいな。そういう流れかな。だから先生は引っ越したとか、その後に萩間くんが入居したって、そういう展開で合ってるのかな。連絡ぐらいしてやればいいのに、かわいそうじゃん。あ、これが最後の一枚。約束通り、プレゼントをもらいに行きます。便箋の真ん中にはポツンとそれだけ書かれていた。なんだこれ。プレゼント？もう家探しは十分かな。それともまだ何かあるだろうか。え、まだ探そう。なんかありそうだから。なんか探し漏れがあったらさ、一応動画だからできるだけ漏れがないようにしたいし。あ、でも、エンディングを全部見ようと思ったら漏れがあるバージョンもやっといた方がいいのかな。とりあえず、もういいを選んじゃったんだけど。困ったな。手がかりが見つかれば何かいい方法でも思い浮かぶかと思ったんだけど。
打開策は特に浮かばず。とにかくどうにかして俺は先生じゃないんだって分かってもらうしか。でもどうやって？なんか息苦しい。なんだろう、息がしづらいような。気のせいかな。息がしづらいって言われて思い浮かぶのは火事なんだけど、キッチン見てみようか。どうし、俺はピタッと動きを止めた。耳を澄ます。やっぱり聞こえる。小さいけど何かを引っかくような音が。何？何の音？シンクした？特に怪しいものはない。じゃあキッチン調べる？かすかに変な音が聞こえる。何かを引っかいているような。キッチンじゃないのか。玄関とか？調べようか。ドア一枚隔ててるだけなのに外がひどく遠く感じる。開けるって選択肢があるんだけど、開けないよね。開けた方がいいのかな。とりあえず試そう。開ける？マジで？やめとく、やっぱりやめとく。言葉が同じだったもんだって。どうしようか。キッチンでも玄関でもないならバスルームとかかな。なんか変わったとこあるか？無駄に覗き込むのはやめとこう。どうやったら進むんだろう。トイレだ。なんで無言なんだよ。なんか喋ってよ。特別おかしなところはない。じゃあ部屋？なんだろう、空気が足りないみたいな。何の音なんだろう。謎の音は窓から聞こえる。窓か。息が。じゃあ窓調べよっか。窓の外から変な音がしている。俺は思い切ってカーテンを引いた。めっちゃ見てるよ。それは彼女が長い爪でガラスを引っかいている音だったのだ。怖いんですけど、目見開きすぎなんですけど、瞬きして。先生。先生。これ、息が苦しい。先生。嘘だろ、本当に息ができない。空気。なんか BGM が慌ててるんだけど、どうしたらいいんだ。苦しい、本当にやば。なんて、何が起きて。空気を取り込みたい。どうしたらいい。同じことしか言われないか。
もうやだ。俺はバスルームを飛び出した。バスルームに換気扇があれば空気がって思ったんだけど。くそ、台所に窓があったら。換気扇ないのか。でも玄関とか窓開けたら絶対入ってくるでしょ、あの人。なんかないのかな。それどころじゃ苦しい。でもとりあえずいろいろ調べよう。同じことしか言ってくれなくなった。まあ確かにテレビどころじゃないだろうけど。ダメか、画面変わったからもしかしてなんかあるかなって思ったんだけど。だって開けれないじゃん。ちょっと一回セーブしよう。もう一回バスルーム行ったらなんか変わってるとかあるかな。やだ、もう見たくない。入ってくれなかった。ダメか。どうしよう、開けるしかないの。調べるだけ調べる。言葉が変わった。どうしたらいいんだ。変わったと思ったけど変わってなかったか。本当に開けるしかないのかな。一応全部調べようか、部屋の中も。なんか全部調べたら変わるかもしれないし。まあ同じこと言われるだろうけど。開けられるわけないだろう。そこにいるのに。確かに開けたら空気は吸えるけどさ、まだいるんだ。でも息が。調べてもダメか。あとは手紙とか。じゃあ間違えて押しちゃうけど、あとカレンダーかな。どうしよう、今窓にいるんだったら玄関は開けてもいいのかな。変わんないような言葉。どうしたらいいの？変わらない。開けるしかないのかな？もう開けるしかない。俺はドアガードを外して鍵を開けた。ドアガード外す必要ないんじゃないかな、空気を取り込むだけなら。開かない、なんで。
ノブは回るのに全くドアが動かない。くそ。じゃあもう窓開けるしかないってこと？あれ？いない？いない？え、玄関の方に回ったのかな？ダメだ、苦しいって言われちゃう。え、でも窓調べるよね。いない。俺は思わず窓に駆け寄った。絶対開けるなよ。ダメです、浅木さん。だって息が。もう無理だ。俺は目をつむると勢いよく窓を開けた。窓から半身を乗り出して大きく息を吸う。少しだけ息苦しさが薄らいだような気がした。チカチカと瞬く街灯、電気の消えた民家、寒気がするほどの静寂の中に人影はない。いない。ほうっとため息が漏れた。うわー、やっと開けてくれた。尻餅をつくと同時にぐーっと喉が苦しくなった。違う、これは。その時になって俺はようやく気づいた。空気が薄いんじゃなくて、喉を締められて。先生、約束したわね。声が脳に直接響いてくる。え、屈辱。苦しい。なんだか頭が回らな。だから一緒に行ってくれるわね。一緒に。一緒に。その言葉だけがぐるぐると脳を回り出した。一緒に。ん？これは彼女が喋ってるのか、萩間くんが考えてるのか、どっちだ？だって約束したじゃない。約束したじゃない。約束？そうだっけ？約束をした。俺はね、一緒に行ってくれるでしょ、先生。行かないよ。一緒に行ったらなんか殺されそうじゃん。嫌です、無理です。だって俺先生じゃないし。俺を呼んでるんならまだしも、人違いなのに。誰か。意識が急速に遠のいていった。お？まず目に入ったのは畳の上に散らばったたくさんの薬だった。あれ？ここ俺の部屋？でも畳。リフォーム前かな。なんだか変だ。もやがかかっているみたいな。目がかすんでるみたいな。あれは？約束したよね、先生。セーラー服の少女が男の上に乗っかって首に手をかけていた。あれは、あの子は？ずっと一緒にいてくれるって。私たち、ずっと一緒だって。
だから一緒に来てくれるわよね。あれ、首絞められてるの、あれ？私が一番大事って言ってくれたじゃない。そう言ってくれるの先生だけ。お父さんもお母さんも友達も嫌い。私には先生だけ。息が。一緒にいようって言ったじゃない。ずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ先生、嘘じゃないわね。先生は嘘つきじゃないわね。先生、一緒に行くのよ。私たち約束したんだから、一緒に行くのよ。私寂しい、寂しい。あなたがいなくて寂しい。ああ、目だ。もうダメ。父さん、母さん、ごめん。どうせ死ぬんなら、せめて大学入学前の方がお金かかんなくてよかったのに。そこ？そこ？なんだ？バサーって何これ？うわっ！何か粉のようなものがどさっと頭の上から降ってきたかと思うと、突然息が楽になった。それと同時に目に激痛が走る。いた！で、いた！さっさと来る。聞き覚えのある声。だけど目が痛くて開けらんないので確かめられない。謎の人物に俺は部屋の外へと引きずり出された。比喩ではなく、本当に引きずり出されたのだった。ずらないで、ずらないで。痛いよ、それ。何これ、しょっぱ、塩？何するんですか、アサギさん。命の恩人への第一声がそれ？アサギさんはひょうひょうと言いながら手をはたいた。なんで塩まみれなんですか、俺？塩をお清めに使うだろ？多少は効果あるかと思って。それにしたって、一袋まるまるぶちまけたでしょ。だから何？相変わらず豪快なんだからもう。あの子は？アサギさんは顔を俺の部屋のベランダへと向けた。まだいる。うまいことお前を見失ってくれたみたいだけど。やっぱりあの部屋にくっついてるみたいだな。どうしたらいいですかね、俺。人の服をつかまない。だって、どうしたらいいですか、俺。アサギさんはもう一度ちらっとアパートを見上げてから首をすくめた。別に、そのままでいいんじゃない？え？今までは何ともなかったんでしょ？ 14 年前のカレンダー、今日に丸してあったって言ってたじゃん。今日だけだと思うよ。明日からは大丈夫だろ。あと一年は。あと一年って、じゃあ一年後同じ目に遭うじゃないですか。それまでに引っ越せばいいじゃん。適当だな、アサギさん。冷たい。それはそうだけど。俺は口ごもった。確かに引っ越せばいい話だ。でも。何？俺が引っ越したら次の人入りますかね？さあ、次の入居者の心配してるなら一応不動産屋に警告しとけば？信じてくれるかどうかは知らないけど。でも信じてくれちゃったら誰も住んでくれませんよね？ん？
萩間くん住んでほしいの？まあ普通は。そしたらあの子寂しがりませんか？萩間くん本当にお人よしだな。優しいの好きだけどさ。浅木さんはふっと笑った。まさかとは思うけど、あの子ってあの例のこと言ってる？はい、だって寂しいって言ってたんですよ。寂しい寂しいって。誰もいなくなっちゃったらもっと寂しくなっちゃうんじゃないかな。クラクラする。え、大丈夫ですか？貧血？わかった。来年は思う存分取り殺されてやんな。じゃあ。なので、身を翻した浅木さんの腕をすかさず掴んだ。すがりつくなよ。提案があるんですけど。断る。まだ言ってません。でも断る。まあまあ聞くだけでも。なんか浅木さんを巻き込もうとしてる？俺はこの部屋に住んでもいいと思うんですよね。ただ怖いのはダメです。もう絶対絶対ダメ。さっきまでのことを思い出して震えが走った。うわー、鳥肌。で、考えるにですね、一人だからだと思うんですよね、怖いのは。断る。きっと友達が一緒にいてくれたら、それほど怖くないと思うんですよ。断る。なので、浅木さん、来年の今日は遊びに来てくださいね、泊まりで。お前、僕が何回断るって言ったか聞いてた？友達じゃないですか。僕は来年の今日までにお前の友人を辞める。またまた、そういうこと言って。前から思ってたけどね。浅木さんは勢いよく俺のデコを叩いた。お前は一度痛い目に遭うべきだ。そして自分の愚かさを反省しろ。まあまあ。あ、浅木さん車で来てますよね。行きましょう。は？どこへ？俺は腕を掴んだまま歩き出した。ファミレス。俺まだ部屋に戻れないですし。このまま俺の湯沸かしに付き合ってくださいね。お、もしかしてこれこのままエンディングかな？僕は明日も会社なんだよ。浅木さん、情けは人のためならずですよ。人に優しくするといいことありますよ。さあ、行こう。話せ、この底なしバカ。お、エンディングか？エンディングランク C。あ、殺されなかった。初めて殺されなかった。やった。ヒント見ません。やっとね。やっと殺されずにエンディングを迎えられました。浅木さんを、っていうか浅木さんが助けてくれたよね、塩を持ってきて。やっぱり浅木さんすごいな。でもこれエンディングランク C だから、まだ B と A が存在するので、次回以降まずは B かなをやっていきたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。多分 B と A もそこそこなエンディングなんじゃないかな。 D 以前はね、すごいひどい、一瞬にして殺されるエンディングだったけど。ではまた次回も見てくれたら嬉しいです。お疲れ様でした。